動物を虐待状態で飼育していて、動物がかわいそうという、動物をいわば監禁状態で飼育している、まあ、まさに退屈と監禁という、子供たちに対しても動物の誤った姿、自然の姿ではないものを見せているということも、悪いことです。その虐待されている動物たちを見るっていうことは、子供たちにとってもちょっと違う動物を見せる。多摩動物公園、エンリッチメントへの試みはあるものの、自然界に比べはるかに狭い動物園では限界がある。四十囚人の目にさらされる動物たち。行ったり来たりの情動行動を発言させている動物も、鳥類は過密飼育の悪環境で、立ち止まって見る人もほとんどおらず、展示目的が不明なものも少なくなかった。